2020年のグランプリは6年ぶりにここ平和島で行われました。激戦を展開してきましたが、優勝戦いよいよ第12レースが始まりました。さあここは作戦待機行動動きがあります6号艇の松井が入ってきますが、内寄り3人はここは定番主張の構え。出走メンバーは1号艇美奈龍太、2号艇西山隆弘、3号艇寺田翔、4号艇新田雄志、5号艇平本雅之、6号艇松井茂、以上の6人がグランプリ優勝戦を戦います。まずはインコース1号艇の峰龍太、トライアルは2連勝で早々とファイナル進出を決めました。ここは人気断然で迎えています。2コースには2号艇西山隆弘、グランプリは初出場、流れを味方にここまで3勝 SG 初 V のチャンスも十分。3コースは3号艇の寺田翔、グランプリは3回目で初輸出を決めました。そして6号艇の松井茂が4コースのスロー構え、グランプリを誰よりも知る松井がここ平和島でも頂点を狙います。そして後方に引っ張って5コースの角に4号艇の新田雄志、トライアルファースト組から勝ち上がってきました。そして3アウト6コースは5号艇の平本雅之、6年前のグランプリシリーズ戦に続く平和島 SC 優勝となるでしょうか。第12レース進入地から1番2番3番6番4番5番でスタートしました。1、2コースは好スタートになりました。1周1マークへ向かっていきます。インコース1号艇の峰がさあ1マーク先制体制、外は3号艇の寺田、内からは2番6番と相次いで旋回しますが、インコース1号艇の峰押し切りました。スリットへ向かったリードは4停止5停止、スタートは前転正常。2番手内側から6号艇松井がやってきて2番手進出か、その後ろには3号艇寺田と5号艇の平本が追っていきます。1周2マークは1号艇の峰がトップで運んで、2番手6号艇松井の懐3号艇寺田が入ってきました。さあ直線コース、2番手ラスイは3号艇の寺田が現在は1停止前で、6号艇松井が3番手、上位体制は1番3番6番となって2周目に入りました。先頭1号艇峰は独走に入っています。2周バックスレッジへ入りました。2番手は3号艇の寺田が6号艇の松井を抑えまして、2、3番手の定冠は3停止4停止に広がりました。上位体制は1、3、6、その後方は定冠大きく開いて5番の平本4番手、2番の西山は5番手、最後方は4番の新田が追っています。2周2番から直線コース、リードをどんどん広げていきます。1号艇峰龍太が先頭、これから最終周回の走りへと向かっていきます。2番手は3号艇の寺田翔が続いて、6号艇の松井茂が3番手、上位体制は1番3番6番とまとまった様子。3周周回1マークを旋回していきます。1号艇峰龍太は先頭、今年は圧倒的な強さでボートレース界を引っ張ってきました。人気、運、実力、それも兼ね備えた意味がこの大一番もその強さを証明します。ファンの期待を一身に背負ってきっちりグランプリ優勝を決めます。 SG タイトルは4回目、グランプリは2年ぶり2度目の戴冠です。ラストコーナートップで旋回、1号艇の峰龍太が先頭、 SG 第35回グランプリ優勝は1号艇の峰龍太。さあ今ゴールラインへ向かっていきます。1番の峰龍太優勝ゴールイン、2着は3番の寺田、3着は6番の松井ゴールイン、1番5番の平本、2番の西山、ラストは4番の新田ゴールインしました。九州を制す G1 第67回九州地区選手権、大村初の8勝地ナイターでの地区戦で夜の九州チャンピオンとなるのは誰でしょうか。さあやはり6号艇の中村動いていきますが、1コース静かに伺う1号艇佐賀の峰龍太、2020年は史上初の五冠達成、それでも目指す先はつきません。今年はまずこの九州ダービー制覇へのチャレンジ。さあそしてで2コースでしょうか、2号艇長崎の原田幸也です。渋井席から間もなく4年、満を持して九州ダービー初輸出、伊勢前の東海ダービーを含めまだ地区戦タイトルはその手にありません。3号艇は長崎桑原優、どうやら3コースかどうか4コースに向く様子。3コースは6号艇長崎の中村亮太、さあ風雲寺中村 G1 初優勝を狙ったコースは3コースになりました。そして角から3連覇を目指していきます。3号艇長崎桑原優、5コース4号艇福岡の瓜生正義はタイトル3度目を目指します。そして G1 初優勝をかけて5号艇佐賀の上野慎之介再アウト、3対3で内から1番2番6番3番4番5番の並び、
スタートしていきました。あまり差はありませんでしたが、それでも1コース1号艇の峰スタートよく1周1マーク先行体制を取りました。対しては2番6番と差しに向けるかどうかというところですが、ぶっちぎりの体制すでに作る1号艇の峰、追走は2号艇の原田、3着争い3号艇6号艇の接戦、あとに5番4番となってスリット裏です。スタートは前提正常です。1号艇の峰今2マークトップ旋回、2番の内まで3号艇向く、そして2艇の懐6番目指した動きでした。体型は126の体型でホーム直線構成変えています。すでに後ろ5艇身離した1号艇の峰、追走には2号艇の原田、3番手は6号艇中村亮太、開いた中村の内は3号艇桑原、向いていくところ、2周1マークを運んだ確定ですが、上位体型目下126、食らいついた3号艇桑原は2艇身差の4番手にいます。5番手5号艇の上の最高峰4号艇ウリュウとなって、これから2周目の第2ターンマーク。さあ今先頭1号艇峰早々と折り返してホーム直線、続いては2号艇の原田、少し棒と浮いた6号艇の中村ですが、3番手守ってレースは最終周回の3周目と移っていきます。見事にトップスタート逃げ切り速攻戦、1号艇の峰竜太、九州地区戦は2009年アジア55回大会以来12年ぶり、 V2 そして G1 は14回目、通算79回目の優勝へと向かう先頭構想、追走に2号艇の原田、6号艇中村となりました。3号艇の桑原優、4番手5番手5号艇の上野、最高峰4号艇ウリュウです。126の組3連単のオッズは 23.6 倍を示しています。大村 G1 第67回九州地区選手権、先頭1番峰優勝のゴール、2着は2番の原田、3着6番の中村、続いて3番桑原ゴールイン、5番上野ゴールイン、4番雨竜ゴールインです。若松の夜空に響いた SG 優勝戦ファンファーレ、 SG 第48回ボートレースオールスター優勝戦、ファン投票5年連続1位の峰竜太が1号艇で登場です。1号艇佐賀の峰竜太、2号艇山口の白井英二、3号艇静岡の菊池光平、4号艇埼玉の佐藤翼、5号艇埼玉の桐生純平、6号艇群馬の秋山直行です。1、2、3、4、5、6の並び、インは峰竜太です。昨年はグランプリを制し5冠を達成、6期連続勝率1位でもこのオールスターを勝ってないうちはまだ夢の途中、さあここで決めるか。2コースが2号艇の白井、オールスターは4年連続の優出、3コース3号艇の菊池、この中で唯一オールスターのタイトルホルダー、さあスリットから注目です。4角は4号艇の佐藤、オールスター初出場で乗ってきました。5コースが5号艇の桐生、今年6回の優勝は勝負強さの表れです。6コース6号艇秋山はおよそ10年ぶりの SG ファイナルとなりました。枠なり3対3オールスター優勝戦、1コースから1番2番3番4番5番6番スタートしました。1号艇2号艇3号艇好スタートを決めていきました。1番3番が出ていきます。1周1マーク、1号艇の峰が逃げて3号艇の菊池まっくり差し、これは入ることができませんでした。1号艇の峰、1号艇の峰が早くも独走体制、スタートは前提正常でした。ライバルを蹴散らしました。1号艇の峰が抜け出して2番手は歩行5艇が接戦となっています。まずは1号艇の峰、続いて回るのは4号艇の佐藤、サッシは2号艇の白井、その間を3号艇の菊池が狙ってきます。先頭抜けたのは1号艇の峰竜太、2番手は依然として接戦です。2号艇白井、3号艇の菊池、さらには4号艇5号艇2周1マークは1号艇の峰がトップで回る、続いて2号艇の白井が先取って佐藤を回した、4号艇の佐藤、内を入っては3号艇の菊池、さらには5号艇の桐生、ここで2番手は4号艇佐藤、4号艇の佐藤が一歩リード、2号艇の白井が3番手、上位体系1、4、2で2周2マーク、先頭1号艇の峰竜太、そして2番手で4号艇の佐藤翼、続いて2号艇の白井、その外を握った3号艇の菊池が3番手に浮上、3番手は3号艇の菊池が上がって
上位体系143、2号艇の白岩もった4番手で最終周回です。先頭1号艇の峰竜太、2番手が4号艇の佐藤翼、3番手は3号艇の菊池光平、その内側から2号艇の白井ですが、3番手は3号艇の菊池が一歩前でしょうか。2号艇の白井も食らいついています。先頭は1号艇の峰、また新たな夢をつかみます。5年連続ファン投票1位、ドリームを勝ち予選トップ通過を決め、そして今ファンの思いをボートに乗せてゴールに向かっています。どこまでも強くなる峰竜太がオールスター初制覇、優勝戦1番4番2番が一歩リードで真ん中ゴール、先頭1番峰が優勝のゴール、4番佐藤堀、2番白井、3番菊池、6番秋山、5番桐生がゴール。以上、優勝戦全艇ゴールインしました。秋の琵琶湖に舞う色鮮やかな風に乗って、大混戦の予選ラウンドに3つの順位を勝ち上がった6人の精鋭が登場です。解説69周年記念 G1 琵琶湖大賞、いよいよ今節のトップレーサーが決まります。最終12レース優勝戦です。枠なりでしょう。対戦メンバーとコースです。インコース1号艇佐賀峰竜太、今節はまさに峰に勝利の風が吹いているんでしょうか。予選2位からのファイナル1枠、琵琶湖 G1 初 V なるか。2コース2号艇愛知平本雅之、ガマゴーリ SG ナルト G1 からの3連続優出、年末に向かって賞金ペースは好調です。3コース3号艇森田俊介、地元頼れるエースが琵琶湖の砦。4角4号艇静岡坪井康春、予選トップからファイナル4枠、ここから V 取りはよくある光景です。5コース5号艇大阪岡村正史、外から何話のショットガンが襲いかかります。6コース6号艇群馬椎名豊、 G1 初 V 大外からゲットあるか。3対3の枠なり、波風ほとんどありません。最終12レース優勝戦、1番2番3番ダッシュ、4番5番6番です。スタートしました。コーススタートは1コース3コース6コース1号艇3号艇6号艇あまり差がないスタート。1周1マーク1号艇峰竜太がインから逃げる。3号艇の森田がマグザショーを狙う、内を切り込んで4号艇ですが、バックステップ入ってインから堂々と押し切った。先頭は1号艇の峰竜太、琵琶湖 G1 初 V に向かって爆進です。2番手争いは4号艇3号艇坪井と、森田、さらには5号艇の岡村正史、3艇の2番手争い、一周に幕の攻防、スタートは正常でした。2番手は握っていって4号艇の坪井が2番手優勢か。3号艇の森田は3番手、上位の3人は1番4番3番、3、4番手は若干定間が開いて4番手以降は6号艇椎名、2号艇平本、最後方5号艇の岡村正史。レースは2周目のバックステッチ、先頭は完全に独走状態1号艇の峰竜太、2番手は4号艇坪井康春、3番手は3号艇森田俊介、上位の3人はばらけて1番4番3番後方6号艇2号艇5号艇レースは2周目2マークを折り返し、先頭はインコースからトップスタートを仕切った1号艇の峰竜太、1番人気、2番手は4号艇予選トップの坪井康春、3番手は地元3号艇森田俊介、上位の3人は1番4番3番で、レースは残り1周最終周回に入っております。1マークの旋回からバックステッチ、先頭1号艇峰竜太、今定界の最強レーサーが期待通り V を勝ち取ります。今年は8回目、通算は85回目、 G1 15回目の V は琵琶湖 G1 初優勝、これが G1 以上の競争ではちょうど500勝目でもあります。最終コーナーをトップで旋回、4号艇坪井が2番手、3号艇森田が3番手、1号艇4号艇3号艇143で間もなくゴール。先頭1番の峰竜太優勝の五輪、2番手4番の坪井、3番手は3番森田、6番椎名、5番岡村正史、2番平本ゴールインです。以上、第12レース優勝戦でした。4号艇、5号艇といったところ回り込んでまいりまして、その懐に1位切った。
さあ並びが1、2、4、5そして3、6でしょうか。ボートレース住之江の第36回グランプリ今年の SG ファイナル決戦、いよいよ最終の第12レースグランプリ優勝戦。インコースは1号艇の峰竜太、人気の中心、現ボートレース最強レーサーがグランプリ連覇の V3 に王手、そして2号艇の丸野和樹、グランプリ初出場ファイナル進出、 SG 初部になるか。3コースに4号艇入って瓜生正義、第31回の賞金王、9回目の頂上決戦、そして5号艇が入っていまして白井英治、頂上決戦4度目の正直になるかです。そして3号艇で平本正幸、引っ張りでしょうか。賞金ランク第2の2年連続の頂上決戦、そして6号艇の別島誠、頂上決戦6度目の正直になるか。これでスローが1、2、4、5、ダッシュが3、6、4対2。さあ今年も待ちに待ったこの日この時この瞬間、ボートレース界の最高峰の頂上決戦、これより第12レースグランプリの優勝戦、大時計の針、白い針から今12秒針の回転となっています。穏やかな競争水面上で1億円争奪の頂上決戦第12レースグランプリ優勝戦、いよいよ進入です。1番2番4番5番3番6番まもなくスタート、1秒、今スタートしてきました。さあコースタートはインコースから1号艇、あとは4号艇、5号艇、3号艇ですが1マーク、まずは逃げる1号艇人気の峰、握っていったのが4号艇の瓜生正義。さあ1号艇が短マークに当たって激突、ファイナルもアクシデント大クラッシュです。先頭に4号艇の瓜生正義、そして5号艇の白井英治、これまたアクシデント、なんとなんと1号艇の峰竜太が短マークに当たって妨害失格となっています。後方では大クラッシュとなっていまして2艇だけが走っています。今年の大一番なんとなんと大波乱、4号艇の瓜生と5号艇の白井、2艇だけが走っています。なお船券は大切にお持ちください。2号艇の丸野和樹、3号艇の平本正幸、そして6号艇の武島誠、いずれも失格となっています。なんとなんと第12レースのグランプリの優勝戦、1号艇の峰竜太が妨害失格、2号艇の丸野和樹、3号艇の平本正幸、そして6号艇の武島誠らは失格となっています。2艇だけが残って4号艇5号艇、なお船券は大切にお持ちください。直線構成で戻ってまいりまして、4号艇の瓜生正義がグランプリ V2 へと向かって先頭、そして2番手に5号艇の白井英治、4番と5番だけになっています。今から最終周回の第1ターンマーク、先頭で4号艇の瓜生正義。さあ大波乱となりました、今年令和3年の頂上決戦で1億円争奪、頂点に立つのはなんと4号艇の瓜生正義、そして2番手に5号艇の白井英治、シリーズ戦そしてグランプリのファイナルと波乱続きとなっていまして、令和3年の頂上決戦も大波乱となって、今から最終ターンマークを回って最後の直線コース、4号艇の瓜生正義が5年ぶりのナンバーワン返り咲きとなります。4番5番で間もなくゴール、優勝4号艇瓜生正義ゴールイン、5番がゴールイン、